過去1週間で自分を褒めてあげたいことを一つ教えてください。この1週間を遡って褒められたようなことはしないよ。自分を褒められることってないな、だってそんな褒めるったって大したことをしてるとは思えないわけだし、うん、もっともっと大変なことをしてる人は世の中にいくらでもいるから、うん、そうだから、この間ある講演会を拝聴にキララ鎌倉で障害学習センターまで行ってお話を伺う機会があって、ああなんでこんな風にいろんなことをね皆さんお勉強してお話ができるんだろうって、僕が禅の話をしなさいとか言われてもやっぱり本当の禅の話はいわゆる老子様がなさる話だから、うん、僕なんかはしちゃいけないなと思うのが、まあ、一つの逃げなんだけど、だから自信がないですよ、うん、するにしたって、うん、こう自分の体験してきたことをお話しすることはできるけれども、うん、それは、うん、それだけでしかないから、そんなことをねいろいろ日々重ねていると、自分を褒めるなんていうことはねおこがましくてできないね。朝ちゃんと起きれたなんて言ったって、そんなのは褒めれたことにならないし、そうね、なんか作って美味しくできたなって言ったって、そんなのは褒められた話じゃないし、もう自分のことを自分でね褒められるようになりたいとも思わないな。それなんか精神的におかしいのかな、褒められないっていうのは自分のことをね、専門家に聞いた方がいいのかな。ないですね、少なくとも1週間程度じゃない。